すいません、一人一泊です。はい、お疲れ様でした。はい、すいません。お風呂は、うん、またここからっていうことを向こう言うてください。わかりました。そしたら割引でくれます。ありがとうございます、はい、もうやってんの？もう、あ、そう、はい、だぞ。場所だけは取れたけど、もう瓦はもう全部詰まってます。さあ設営していきたいと思います。レッツゴー。はい、今日は久しぶりにタケノコテント持ってきたので、ちょっと張りたいと思います。でかいからな。頑張ろう。無事家が建ちました。おめでとう。でもタップポール忘れたから張り出しできへん。なんで持ってこうへんかったんやろな。もうまた忘れ物出た。チンアナゴも持ってきてへんねんで。ランタンどこにつけろっちゅうねん。あー、くそー、忘れた。さあ、ほんと内装行こう。相変わらず広いな。やっぱりむちゃくちゃ広いな。余裕やで。さすがに。ああ、くそー、みんな忘れた。なんでタップボール持ってきてへんかな。まあ、しょうがないっちゃしょうがないけど、忘れた。余裕やな。これ現地の小型トレイルのやつ。タップボールより絶対でかいよ。Thank you.
いや、いいだろう。文字通り、やばい。余裕の広さやな。やっぱ一人はいいね。一人はいいわ。楽。12個目の寝袋。なんか入ってんだよ。12個目の寝袋。これちょっと欲しかってん。どんなんやろな。ほんまに布団みたい。今日は枕持参やったな。枕作ったよ、この枕自分で。布団や、布団。ベッドやベッド。ほらほら。ベッドベッド。ちゃんとしたベッドになった。すげえ。この寝袋買ってよかったよ。でもなかなかふかふかしてる。うわ、ヘリノックス。ちょっとテーブル低いんか、これやったら気持ちいいけど、ちょっとテーブル低く設定した方がいいかな。まあいっか、これで OK。 今日はドッペルギャンガーということで、ドッペルギャンガーのトライポッドを持ってきました。これで何か作ろう思って。感じかな。
いい感じや。よし、あれで煮炊きできるぞ。楽しみや、今日は。ほい、設営完了。よし、これで今日は夜ご飯を作りたいと思います。内装行きたいと思います。はい、今日はキッチンとか持ってこなくていいから、なるべく軽量できたつもりなんですけどね。それでもやっぱり物は多いんで、うちはこんな感じになりました。やっと設営できたので、ワンズ連れてこう。やっぱ広いのはいいね。よいしょ。何してんの？ここで休憩を。休憩。はい。今日の電気関係はこんな感じで、スワオキの4万ミリが2つと12万ミリが1つと、5400だったかな。多分そんな感じ。のランタンが4つ、投光器が10ワットが2つで、ミニ扇風機にしました。まだそこまでサーキュレーター持ってくるまでもうないかなと思って。ただな、タップポール忘れたからな、どうやってつけんねんっていう話やねんな。バカじゃねえのほんまに、なんで忘れるかな。まあまあいつものことで、忘れ物はつきものやからね、しょうがない。よし、今度はこれでやっていきたいと思います。タープポールがなくてもなんとかつきました。アイデア、ナイスアイデア。ちゃんと挟み込んだよ、これ。綺麗についた。これで投光器使える。よかったね。後ろからのバックライトになるけどな、あっちとこっちと2個。よいしょ、ランタンハンガー。よいよっと、よいよっと。あとは手元に一つ、ルミエールランタンが2つ。ガスストーブが1つ。これ今もうめっちゃ暑いけど4度やからな、予報では。とりあえず入れとこう。
次、バーナーは2つ。普通バーナー持ってこうへんかったから、これとこれでいきたいと思います。いつものGストとマイクロレギュレーター、よいしょ、 OK、 普通バーナー完成。だいたいできたのが、やっぱり3時間は絶対かかるよ、一人でやってたら。しょうがないよね。22度、だいぶちょっと涼しくなってきたね。はい、ありがとうございます。なんかもう行く人行く人みんな声かけて行ってくれるんやけど、ワンズがありがとうね。ちょっと小腹が空いたので、はい、先日のシェラカップでシロさんとトナミくんがやってたんですけど、あれ見て面白いなと思ったから、この間やったんですけどね、ジューシー豚まん焼き作りたいと思います。豚まんが買ってきました。よし、夜ご飯には早い、やめて、夜ご飯には早いので、この間のシェラカップなんか面白かったからな、ちょっとむっちゃ笑いこけてしまったわ。面白いで、いくよ。これチャムスのバウル、よし、チャムスのロゴが、ロゴマークが入るはずやから潰します。はい、潰れた、よし。で、これでやるとワッフルができるらしいね。で、やってたのね、これ潰れんのかなちょっとやってたけど、潰してみるよ、いくよ。まあまあ潰れるっちゃ潰れるな。よし、これで焼いていきたいと思います。どんな感じやろ、なんか焦げてきた、ちょっとこれで大丈夫かな、わからへん。どれぐらい、もうちょっと、ちょっと開けてみるか。うわ、焼きすぎてる。おお一応なんかワッフルっぽくにはなってるよね。よし、こっちも終わり。出るけどちょっと焦げすぎたね。これで冷めたのでいただきます。うん、なんやろ、ちょっと苦い、ここが美味しいけどな、すごく。ちょっとチャムスが焦げだね。こっちはどうなんやろ、ワッフルになってる。まあ味は一緒やから、うん、なんかな、餃子みたい。美味しいよ、でも全然。これでもなんか膨れそうや。うん、いけるいける、全然いける、おいしいおいしい。甘くない餃子ワッフルって感じや。面白い、トナミ君最高や。感謝、ごちそうさまでした。ついたな、お腹も。ちょっと休憩、はい、それではご飯の用意していきたいと思います。火起こし中、はい、それでは行こってきたので、今日はアクアパッツァ
作ってみたいと思います。ニンニク刻んだのでニンニクを入れて、オリーブオイル、シーフードミックス、アサリ、美味しいでーす。はい、以上。これで出来上がり。はい、今日はライスクッカーでご飯炊いてます。はい、それでは蓋オープンな。うまそう。それではご飯ができたと思うので蓋オープン。わっって言ってもこれまだ半分かな、焦げ臭くなっちゃう。おこげになった、ちょっとおこげになった、よし。早い。火力強いからね。炭は嫌いや。よいしょ。片付けて中にこもりましょうかね。ああ、ゆったりまったり時間が始まります。いいね、マーシー、もう寝るんだよ、お休みだよ。ちょっと寒くなってきた、さすがに。のでガスストーブつけました。はい、ただいま12度、22時20分、ライアーゲームセカンドシーズン、今日はこれを見たいと思います。はあ、やっとゆっくりできそう。はい、おはようございます。ただいま7時、幕内18度。まあ比較的、まあ、あんな状態で寝とるから、快適ではあったね。でもなんか腰痛すげえ。みんなおはようって。はい、おはようさん。
おはよう。よし、おはよう。でした。よし、おはよう。あ、わわ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 、来た来た来た。わわわわわ。はい、おはよう。はい、一日始まるよ。そしたら、朝ごはん炊きたいと思います。今ちょっと水漬け中、給水中。アサリとの味噌汁。味噌汁作っていこうと思います。めっちゃ綺麗ね。こんだけ炊けたら十分だよ。ちょっと柔らかめ。はい、それでは片付けの方をしていきたいと思います。いやー、やっぱり一泊二日はしんどいな。このまま放置して二泊目突入したいぐらい。でも明日雨なんだよね。なので帰ります。いやー、多いぞまた荷物が。よいしょ。よー、こんな感じ。いやー、散乱してるで。外も散乱してるし、3時間かかるやろな。片付けていきます。だいぶ片付いてきましたけど、はあ、見える幕内34度、10時で34度やで。もう汗拭いてるわ。ああ、しんどい。頑張ろう。大体出たので潰していきます。でもいっぱいやな、今日はさすがに土曜日。こんなに多いねんな。さあ、帰りましょう。撤収完了。これで帰りたいと思います。お疲れ様でした。